何日でしょう。1月17日、日曜日ですね。日曜日久しぶりですね。確かに。そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。この3人中の珍しい確かに組み合わせで、ドライブ動画が今年初めてですけど。え、そうなの。うん。ということで、3人と一緒にドライブ行きましょう。ちゃんの話はもういい。なんで？聞いて。ラコちゃんは？でもないよあんまり。ねえかいや中2からさ大学生までさ一緒の人やったけんさ。ああ。もうないよ。うちの青春。重いよ。バレンタインいる？うるせえけど。ホワイトデーみたいな？うん、いらんな。サイコちゃんはホワイトデーは欲しいと。やるもんだよ。もらえるもん。でも別にチョコが欲しい。ホワイトデーでチョコもらう。いや違う、なんか人もおるやん、お菓子、お菓子普通に。そんなんいらん。でも大体さ男の人の方が高価なものくれるやん。だけどちょっと適当なものあげて高価なものをもらえる女子の特権では。確かに。まあまあそうなるよな。小学校の時とか顕著に現れてるよね。お母さんが選ぶけんさ、うちらなんか手作りのちっちゃいチョコやったのに、なんか結構相当なチョコくれたりさ。昔はさ、男が女子に告白するのは当たり前の時代あったから、バレンタインっていうのは数少ない女の子が男に気持ちを伝えるイベントだったわけね。だけど今は別にそんなこともないんじゃない？女の子も結構積極的になっちゃうからですね。そうよね、確かにな、それ分かる分かる。女が毎日10回ぐらいは告白しようもんな。そうやね、全然実らんけど一つ実らんけど。下手な鉄砲風邪じゃ当たる中やん。
いや、え、そう、なんかそれでさ告白するならめっちゃなんか失礼やね。いやいやいや、違う違う、俺はじゃあ同じ人にずっと告白しよう。あー、確かに。いや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 、日によって違う、違うな、日によって違う、その日によって違うやその日によってやば、何々が一番、何々が一番、何々が一番。え兄弟はラコちゃんが男兄弟やね、うん、2人、3人、あ、3人、あ、2人の男の兄弟が、そうそうそう、3人で、なっちゃんが3人姉妹の真ん中、はい、さやかちゃんが2人姉妹の上。兄弟どうですか、皆さん。クセイケ見てるもしかしたらラコちゃんいつもそれ言う。そう、本当にマジでうちと真逆、もう喋らんもん、まず。そうなの、もうね、考えられないわ、ラコから。やばいよ。なんかそのおかげでうちは、そのなんかそういう、なんていう、あんまり喋らない人ともなんか仲良くなろうと思える。あー、素敵やね。なんか兄弟みたい、兄弟を見てる。あ兄弟を見てる。いや、絶対いい人なんやろうなって思う。でも、まあ、ラコちゃんの兄弟でお金だ、まあ、兄ちゃんから一緒にお金出して、旅行にね、そうそう、親を連れて、ちょうど1年前ぐらい。すごいよね。でも3人って弟も社会人で。あ、弟も出し、あ、そうなの。うん、ないな、みんな。まあちょっとこのラコちゃんの好感度が上がるこのエピソードは全部買って、積極的に入れていく。全部買って、いや、なんで自分で言い出したよ、しかも。全部入れていく。さやかちゃんの妹がおるんだけど、これ俺写真見たことあるんやけど、めちゃめちゃ可愛いよ。見たい。なんかマジ、今時の JK って感じ。いやだから、もう、さっきも俺、サイバーの誰の時話したんだけど、はよ、絶対出てくれんだよ。え、どこにおるんや。今、島崎に。あ、そうなんだ。お姉ちゃん、これで。行きたいってめっちゃ言ったんだけど、高校卒業してなくて。そう、トリオンだよね、隊員。そうそう。でも、本当、連れてきた。行くん、下関で。下関で卒業いつ来たっけ。でもまだなんですよ、来年の9月ぐらい。でもそれ通信やろ。通信。ああ、そうなんだ。そっちにおらんでもできるの。できる、できるけど、なんか2週間に1回スクーリングがあって、あ、確か行くんですよ。ああ、そういうことか。1,2,3 やろ、もう 1月2月3月。となるともうラコちゃんとさやかちゃんがね、もうすぐ就活がやべんて、やべんて、やべんて、いや今からご飯食べるけどやべんてちょっと。いやもうそんな時期になってきたよ。あの鼻垂れ小僧のラコちゃん。なんで？いや本当に。いや本当に。いや本当に違うやん。いや本当ラコちゃんのあの最初の写真。やばいそれ。あれ私も人のこと言えんからさ。まずラコちゃんの、入った頃の写真がこちら。マジでやめてな、マジで。本当にやめてな。割りながち。本当にやめてな。マジでやめてな。そのラコちゃんがやっぱ一人やったら怒るから、なっちゃんが入ってきた時の写真がこちら。や、一番やばい。いや本当になんか。ジャガイモみたいな、掘りたてのジャガイモみたいな、かわいいよ。髪ピンクとかやってくるから、そろそろ本当にやべえやつみたいな。大学生、本当大学1年生。そう、本当に。なっちゃんがさ、あの入ってきたばかりの時、お酒が強いのかどうかも多分分かってなかった。意外と飲めるわけ、なっちゃんも。まあ酔って失敗したこともね、はい、笑い話で、今では笑い話ですし、あの時は本当大変だった。行方不明になってた。行方不明。所在不明。いやもうなっちゃんベロベロに酔っぱらった。ゴールデンウィークかな。ゴールデンウィークかな。終電かゴールデンウィークで。で帰った後帰らせて、ああもう疲れたちょっと俺店の中で一服しちゃったら、まさか大変やで、トイレの中に携帯が落ちちゃうんで、ええって言って、急にトイレの中に携帯が落ちちゃって、それが誰のやろうこれ、絶対なっちゃうんだよって話になって、やばい、もう連絡が取れなかったわけ、なっちゃう翌日も連絡ねえし、で家にあの野球部行かせてから、
ピンポン押させたけど出てこん、これやべえ、もし死んじゃったらどうするかとか言って、そんな事件があって結局生きちゃったけど、そう、友達ん家行って寝てましたそんなわけで、1月今17日ですけど、これから先の話に向けてなっちゃうから重大なお知らせがございます。はい、はずこれなんて言うの、なんて言ったらいいのめっちゃまぐいわ。2月1日を最後にラッキーゾーンを卒業することにしました。約4年と2、3ヶ月、まあ4年間あっという間で楽しかったです。最後の出勤が2月1日なので、まあ、こんな状況の中だけどいろんな人に会って挨拶もしたいし、みんなの顔を見たいので、来れるようだったら最後の出勤の日にぜひ遊びに来てください。終わりはい、というわけでね、なっちゃんが、惜しまれながら、ラッキーゾーン卒業するということで、4年ちょっとかな、はい、頑張っていただきましてありがとうございました、うん、ありがとうございます、まあ、最後までね、なっちゃんらしく、うん、笑顔で卒業できるようにまたみんなもね、見送ってあげたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますせーの、ゲームセット、バイバーイ。